一本松駅は北海道苫小牧市一本松町にあった苫小牧港開発が運営していた貨物線の貨物駅。新苫小牧駅から1 2 2 7トル1975年の一本松駅と周囲約1トル範囲。上の3本が室蘭本線及び日高本線で、右上がそれぞれ追い分け方面と有仏方面。左下が 戸間コ駅方面。写真中央が当駅の位置だが縦荒らしきものはない。右側で下へ分岐しているのが一本松専用幹線。左側の陸橋は戸間コ交通。その左の二棟の白い屋根は目黒の京倉庫で新戸間コ駅の港内側線側から専用線が敷かれている。出店。 国土交通省国土地理委員地図空中写真閲覧サービス開業時から1980年頃まで、苫小牧交通の高架橋の東側あたりから分岐、南側の港にある日の出科学工業苫小牧工場に至る専用線があり、有害貨車が乗り入れていた。いわゆる駅舎というものはなく、また、新苫小牧駅の操車場が近いために、他の4駅にはあった留置や、 仕分け用の側線も一切持たず、貨物駅どころか、そもそも駅としての実態を持たない、単なる一地点でしかなかった。それにもかかわらず、一方で、一本松専用幹線や目室農協支線の所管駅とされていた、駅南側には倉庫が多い。ありがとうございます。